級の世界王者となった井岡弘樹、あれから10年、栄光と挫折の中、東洋初の3階級制覇に挑みます。さあ、今日の放送席解説は元 WBC 世界バンタム級チャンピオン薬師寺康生さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。井岡の夢である3階級制覇に向けた一戦、まもなくゴングですね。そうですね。でもすごくね、リラックスしてますよ。はい、はい、その井岡が今リング上で紹介されています。井岡が3階級制覇に挑むのは今回が3度目となります。まさに3度目の正直としたい井岡弘樹。今回対戦するチャンピオンはホセ・ボニージャ、そしてその井岡が今コールされました。36戦30勝うち16のナックアウト勝ちがあります。世界戦は今日が12回目、まさに世界戦キャリア十分という井岡弘樹。さて薬師寺さん、はい、見どころいろいろあると思いますが、はい、井岡がどんな戦いをするのか、まずそのあたり、はい、薬師寺さんはどう？そうですね、僕も試合前に話したんですけども、やっぱりリードブローでね、はい、まっすぐいかないことはやっぱり、左が回ってね、相手のサイドからリードブローでまず自分の主導権を握ることですね。 WBA 世界フライ級タイトルマッチ第1ラウンド、ゴングが鳴りました。白いトランクス井岡弘樹、そしてベネズエラの国旗の色を使っています。そして国旗をデザインにしていますのがチャンピオンホセボニージャ。1ラウンドどういう出方をするのか、背中側チャンピオンがホセボニージャです。そして挑戦者の井岡弘樹、結構ねチャンピオンはね、はい、僕ビデオは1本しか見てないんですけども、下がりながらも打てるんですよね、はい、だから当たるからといってあまり深追いはしない方がいいと思います。はい、はい、VTR をご覧になった印象でチャンピオンの特徴といいますとボニーってどうなんでしょうか？そうですね、見るよりやっぱりやりにくい選手だと思います。はい、はい、それから右から左っていう攻撃がすごく多くて、右から左、はい、これは1000の試合に限ってのことなんですけども、この優斗君と対してはどうか分かんないんですけども、それから右のオーバーハンドのフック、それから左のアッパー、それからフック、これは上手ですね、はい、角度もいい角度で打ちます、だからさ、パン KO 率も高くないんですけども、やっぱりそれまともに食らったんじゃね、やっぱり後半、ね、今みたいなパンチ、はい、ああいう出会い頭のパンチ、右のオーバーハンドですね、だから左のガードをしっかり上げていってほしいんですね、はいはい、さあその井岡が戦い方といいますと、はい、どういう形に持っていけばいいんでしょう？そうですね、やっぱり左のリードブローをたくさん使って、はい、相手のボクシングさせないということですよね、結構ボニージャも左がよく出るんで、はい、やっぱりそれに負けないぐらい左出して行ってほしいですね。放送席の千歳屋さん、はい、青コーナーチャレンジャーサイドなんですが、グリーン津田ジムの津田会長はですね、91年にジュニアフライのタイトルを取ったユ・ミョンウの試合よりも調子はいいと、はい、マネージャーと選手の息も最高だと、これで負けたら力負けでしょうと、とにかく接戦になる10ラウンド11ラウンド12ラウンドの勝負になるでしょう、あとはセコンドも落ち着いて評価をリングに上げるだけですと語ってくれました。そうですか。今日はコーナーサイドリポーター、青コーナー挑戦者井岡サイドが植草勇樹アナウンサー、そして赤コーナーチャンピオンボニージャサイドが渡辺学アナウンサーです。ちょっと井岡君左のガード低いですね、はい、左のガードが低い、上げてほしいですね、はい、あのパンチが飛んでいきますから、右が伸びてきます。ボニージャ、もっと左使っていってほしいですね、はい、かなりこう左下がりながらでも今のようにワンツー打ってきますが、うん、左から右、まあ、前回ボニージャのところは右から左という攻撃が多かったということなんですが、ね、このワンツーです。そうです、はい、あれ気をつけてほしいですね、さあそのあたりをなんとかこうボニージャが動きの速い選手なんで足を止めていかなければいけないと話していた井岡陣営なんですかね、はい、そうですね、井岡君このラウンドちょっとまだエンジンかかってないですね、はい、やっぱり1ラウンドからポイント取られちゃうんで、第1ラウンド残り時間ほとんどありません。ここで第1ラウンド終了しました。赤コーナーセボニージャベネズエラ、左側赤コーナーが WBA 世界フライ級チャンピオンホセ・ボニージャです。そして挑戦するのが井岡弘樹。井岡が勝てば夢の3階級制覇になります。ご覧のような戦績が残っています。ファーストラウンドが終わってこれから第2ラウンドに入ります。さて第1ラウンドペースとしてはどっちのペースということが薬師さん言えそうですか？ペースはねお互い掴んでないんですけども、はい、ちょっと優雅君も硬かったですね、はいはい、まあ、徐々にかかってくると思うんですよエンジンは、はい、
もともと手出してほしいですね、はい、あくまでも挑戦者ですから万全の体調で出来仕上がった。今までの世界戦の中でも最もいい仕上がりができた。あとはゴングに、リングに上がってボニーザとのグローブを交えたときに果たして自分がどういうボクシングをできるのか、ベストのボクシングをできるのか、それだけですと語っていた井岡です。向こう側、左から右、左が伸びて右ワンツー、井岡です。左のフック、あの井岡が先ほどウエストアナウンサーからユミョンのちょっと話が出ましたけれども、はい、あの2階級を取った時のあのユーの時は左が割とこうストレートのジャンプだったんですが、はい、それからこうなんていうか左のバリエーションが増えたと言いますかね。そうですね、左のユーの、あのボディ打ちも上手いし、はい、左のフックも上手ですから、ただあのやっぱその左に出すにはやっぱもうちょっと高い、はい、位置にガードを置いておいた方がいいですね。そして右です。リードプロもっと使ってね、左をいっぱい使ってという声も飛んでいます。低い姿勢から打ってくるのがチャンピオンボニンジャ。足を使ってボニンジャも足があります。そして足を止めた井岡、ボディ顔面右左ボディです。上に返したいですね、井岡君ね、上に返したい、うん、左ボディ打ったのがボニンジャ、はい、左ボディ打ったらその次に上に返したいですね、左から右出していきます、井岡です。そうですね、返してね、はい、あの左はかなりこう左のボディを意識しているように井岡見えるんですがね、どうですか。そうですね、はい、そう思いますけど、左のボディだけじゃなくてね、やっぱり上も下もっていうバリエーションをつけていくと、もっともっと、今のいいですよ、はい、右手ました。今までも返しが欲しいですね、その次は返し、なるほど、はい、返し、そうです、あ、それ返しだね。さあ、その左が出てきました、井岡です、うん、そうそうそう。しかし、はい、ボニージャがステインに勝ってタイトルを取った時も打たれながらもどん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 こう前に出てくる姿勢があるんですね、うんうん、そうですね、はい、決まりながらも打てる、ボクシングしますから、はい、だから井岡もそれにハマっちゃうと、焦りが出てきますので、後ろ向きの相手のペースになってるんでね。さあ、コーナーに詰める、井岡が詰めます、うん、しかし第2ラウンド、その10秒を切りました。あのフック気味の右が怖いですね、はい、そうそう、右をもらった、井岡右ダウンだ、井岡ダウンだ、第2ラウンド井岡ダウン、ファイティングポーズを取ります。ここでゴングです。しかし第2ラウンド井岡右のストレートをもらいました。でした、右左右、最後フックですね、まともにパンチをもらってしまいました井岡です。ヤクシーさん、はい、そうですね、はい、やっぱり言ってた右のカウンター勝負ですね、非常にいいタイミングでパンチが出てきま す、ね、チャンピオンボニージャ左打ち終わった後ですね、はい、でも井岡もよく練習してるんで対処力あると思いますよ。スタミナには自信を持っています井岡。そしてこのフライ級に階級を上げてから自分では体力もかなりついた、パワーも3割ぐらいアップした、そんな感じはするんですということを話していた井岡です、はい、体もやっぱり一回り大きくなってますから、はい、第3ラウンド始まりました。チャンピオンホセボニージャに対する井岡弘樹チャレンジャー、今日のこのタイトルマッチ井岡が勝てば東洋初の3階級制覇になります。右を出してきます、あれ狙ってますね、はい、左の低い姿勢からボディ、そして右を狙っているボニージャーチャンピオン、リーチでは井岡が9センチ長いんですが、そのリーチ差というのをここまではあまり感じていません。そうです、はい、ボニージャーの方ステップインが早いんですよね、もう早いというかステップインが上手ですね、はい、ローブローを注意されました。放送席千歳さん、はい、チャンピオンは落ち着いてますね、はい、逆にセコンドのについてるマネージャートレーナーがねちょっと焦りイライラピリピリムードがあるんですよ。あ、そうですか、さっきもねストップウォッチを押し忘れたり落ち着け落ち着けとボニージャに言ってるんですが、こちらのセコンドサイドの方がちょっとねピリピリしてます。あ、そうですか、そのチャンピオンサイドの情報は渡辺アナウンサーが伝えてくれました。
だから今振ってる右をねどんどん振りさせることが、いいところですね、そしたらだんだんこのパンチ当たらないのかっていうふうに思わせた方が有利ですね。そして今渡辺、アナウンサーからの情報がありましたが、はい、このセコンド陣営が少し焦っているようだ、このあたりはどうなんでしょう、思ったよりもこの井岡の動きがいいとこんな感じで見てるんですかね。まだでもダウン取ってるんでね、精神的にはセコンドも余裕はあると思うんですけども、スピードがあります、チャンピオンボニンジャワンツー。さあそしてじりじりとちょっとロープを背負う形になっています井岡です。左から右、右がいいカウンターで入ってきます。おっ、これも右もらっています井岡。ヤクシーさん、本当にあの、チャンピオンボニンジャのあの右がいいタイミングで入ってますね。だから自信、ダウン取ったところで自信持って打ってますんで、このパンチが当たるんだということを自分は分かってるように打ってますんで、これも右です。気をつけた方がいいですね、あの右は要注意。だからどんどん出てきますから、そして左から右、左突く、あっとこれも右だ、左井岡の顔面を確実にボニージャのパンチが捉えるようになってきました。3ラウンド残りしかありません。ニュートラルコーナーに決めたチャンピオン井岡ピンチ、ボディから左、しかし井岡もパンチをもらっている。ここで第3ラウンド終了しました。チャンピオンボニージャのパンチが井岡の顔面をかなり確率よくヒットするシーンが見られます。さあそしてご覧いただきましょう、チャンピオンボニージャと井岡のデータですが、ご覧のようにリーチでは9センチ井岡が長いんです。そして身長でも9センチ井岡の方が長身なんです、このあたりの9センチのリーチの差、今のところ全くこう感じさせないという感じなんですかね。そうですね、思った以上にチャンピオンがステップインしてきますんで、踏み込んできます、そこに入ってきて井岡もリードパンチ出した方がいいんですよね。右から左井岡、しかしブロックしているチャンピオン。さあ確実にポイントを取っていきたい、そしてポイントアウトしていきたいところなんですが、井岡がパンチを出す、そのタイミングをうまく外してカウンターで出してきますチャンピオン細野忍者。日本は初来日、そしてボニージャにとっても初の防衛戦、ヤクシーさん、この初の防衛戦のプレッシャーというのは今のところボニージャ感じられますか。そうですね、日本の選手よく初防衛初防衛って言うんですけども、外国の選手はあまり初防衛っていう、初防衛が難しいっていうそういうジンクス持ってないんですよね。だから、海外でもたくさん試合してるんで、彼としてはもうチャンピオンになってからの第一戦なんでも、張り切ってっていうような感じでのが強いんじゃないですかね。さあ、投手評価がまっすぐ下がるのが気になります。もっと井岡も左に左回ってね、で、黙っていくんじゃなくてやっぱりパンチ出しながら前に行った方がいいですね、下がる時もパンチ出しながら下がった方が。 WBA 世界フライ級タイトルマッチの12回戦、元 WBC 世界バンタム級チャンピオン薬師寺亜生さんの解説でお送りしています。放送席の一つ屋さん、チャレンジャーサイド、良かサイドなんですがね、とにかく相手のカウンターに注意しようということと、津田会長はですね、セコンドの意思統一、ヘルマン・トーレスの声に耳を傾けるということを井岡選手に言いましたね。そうですか、相手チャンピオン、口なら来てますよ、ボニージャがちょっと口を切りましたか。そうですね、力宣言してますね、さあ、それを見て井岡よよ攻め込んでいきます。井岡も3発で終わらなくてね、4つ持つって打ってきたいですね。そうですね、はい、そして右、しかしこのチャンピオンは手数が多いですから、井岡も打った後にもう一度攻撃している、あるいはこのディフェンスに回る、この辺りのこう切り替えをうまくいかないと、すぐにパンチが飛んできます。そうですね、だから打った後、それから相手が攻めて、その後自分の攻撃っていうパターンをね、やっぱ思い出してやってほしいですね。はい、チャンピオンも結構苦しいですよ、口に来て、あっと右、あの右が速いですね、左のガードが出て、さあ今左のガードが少し下がっています。 そのあたりです。右が飛んできます。第4ラウンドほとんど残り時間がありません。ここで第4ラウンドを終了しました。
試合が始まってからダウンを奪われて少し自分のペースを乱しているのか、そんな感じが見受けられますが、井岡早く自分のペースを取り戻してほしいところです。ここまで2階級制覇、そして今日この試合に勝てば夢の3階級制覇になります。世界戦は過去11回、今日が12戦目になります。井岡弘樹、第5ラウンドです。先ほどちょっと口の中を切ったというチャンピオンですけれども、そのあたりから少しこう井岡のパンチもチャンピオンボニージャの顔面をヒットするシーンが多くなってきました。一瀬さん、はい、切ったのはね、鼻の左の上のあたりですね。あ、そうですか。かなり、血が滴り落ちてましたね。深さとか長さとかはどうですか、見えましたか。そうですね、1センチ弱ぐらいの傷があったように見えましたね。あ、そうですか。今日はチャンピオンボニージャサイドが渡辺アナウンサー、挑戦者井岡サイドにウエストアナウンサー、コーナーサイドリポートを交えながらお送りしています。 WBA 世界フライ級タイトルマッチ。放送席の千歳さん、はい、チャレンジャー井岡サイドなんですよね、ヘルマン・トーレストレーナーはですね、とにかくリッツァがあるんだから中間距離でリッツァをうまく使っていけと、それから相手のカウンターに気をつけろという、この2つを盛んに井岡にかけてますね。はい、薬師さん、はい、今のトーレスコーチの、この指示というのはどうですか。そうですね、まあ、リッツァはもちろんありますし、あれなんですけど、それには、ね、やっぱり前の長い手、左手を使った方がいいですね。で今の飛び込んでくる右、はいはい、あれに気をつけないと、やっぱり2ラウンド目のダウンもあのパンチをもらいましたんで、あれは怖いですね。それと少しこう左のガードが下がるシーンが見受けられますね。そうですね、まあ、手ごもの2人からそれ声聞こえるんですけども、あ、もう上げたことに越したことないですよ、この選手は特に、はい、打ち合いになります。さあ、その中で前に行く井岡、井岡が前に行く、ロープを背負ったチャンピオン、しかしチャンピオン再び前に出ます、中央に持ってきます。あのガードですね、はい、今度は左フックチャンピオン、井岡も負けていません。右、あのカウンター、気をつけなければいけない井岡、単発でパンチが終わってるんで、はい、もっとつなげて連打した方がいいですね。3つまでしか打ってないですから、さあ、しかし本当にチャンピオンボニージャー素晴らしいカウンターを持っています。WBA 世界フライ級タイトルマッチの12回戦、初めての世界戦であのスーパーチャンピオン、前走プルンチットからタイトルを奪いましたホセ・ボニージャ、そのボニージャに対して井岡が挑んでいます。第5ラウンド終了しました。ここでさあ、この辺りのチャンピオン、右左右とパンチが出てきます。ホセ・ボニージャ、右ボクサータイプです。昨年の11月セーンからタイトルを奪いました。この時が初の世界戦、そして世界戦は今日が2度目、初の防衛戦になります。第6ラウンドです。もっと左に回ってね、はい、ジャブ、はい、今ちょっとまっすぐ行ってるんで、もっと回り込んで足を使いたいですね。そうですね、左にステップしながら入りたいですね。はい、共にボクサータイプです。リーチは井岡の方が長いんです。しかしどん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 こう低い姿勢で前に入ってくる、ステップインしてくるのがチャンピオンホセ・ボニージャ。そしてあの右のカウンターがありますので、こう井岡としてもなかなかこう左出しにくいということもあるんでしょうかね。出さないと飛んできますから、はい、あの井岡の気持ちも分かるんですけど、やっぱり左出すというのは重要ですからね。そうですね、つなげていきたいですね、右だけで終わるんじゃなくてね。
放送席千歳屋さん、はい、チャンピオンサードですかね、自分から出ていくなと、相手を誘え誘えというそういうアドバイスです。そうですか。そのあたりはチャンピオンサイドに少し余裕も生まれてきたんでしょうか。まあ、結構ね、はい、カウンターパンチャーなんで、そのカウンターの中に呼び込んでこいという指示が出ています。はい、あのあたりは優香ちょっと見づらいですかね、あのタイミングは。右から左をもらっています。手数の出ているチャンピオン井岡、ちょっと手が止まっている。そしてまっすぐ下がるようになってきた。この辺りは苦しい井岡。大きな右ガードしています。さあまたニュートラルコーナーにじわじわっと詰めようというチャンピオン細野忍者。井岡ロープを背負っている。この辺りはちょっと回したい。そうですね、コーナーに詰められた。井岡危ない。第6ラウンド残り30秒を切りました。井岡が一発出せばチャンピオンは2発3発とパンチを出してきます。ゴルフが調子にね、はい、乗っちゃうね、やっぱり、なんでもっと回りたいですね。まっすぐ下がってますね、はい、井岡にとってはこのラウンドも苦しいラウンドでした。第6ラウンド終了しました。先ほどニュートラルコーナーに詰められて、そしてチャンピオンのラッシュに思わずクリンチという井岡。さあここから、まあ、いよいよこれから後半ということになるわけなんですが、はい、井岡サイドどういうことから組み立てていかなければいけませんか。ね、いつもの井岡君らしさがまだ、ね、はい、出てないんで、そうですね、やっぱりイルブローから左回るって、はい、左に右につなげていくように、感じ出してほしいですね、はい。まあ、特にこの3階級制覇に向けてヘルマン・トーレスコーチがよく言っていたのは3発で終わるな、ね、左の後は必ず右を出せと、そういう話も出ていたんですが、さあ左しかし右を返します。チャンピオン今回この試合に比べて90ラウンドのスターリングしたって、190なんですね、はい、ヨガ君にしてすごくやってる方なんでね、まあ、気合もすごく入ってたし、今まで一番多いスパーリングラウンド数、そうですね、そして最高の仕上がりができたという井岡であります。しかしこのホセ・ボニージョの前に苦しい展開にはなっています。なんとか打開したい、チャンスを作りたい井岡。おっと右、かなり井岡の右の左側の顔面赤く腫れています。さあこのラウンドなんとか立て直したい井岡弘樹。チャンピオンがどん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 手を出してきます。ちょっとまっすぐ下がっていく井岡、危ないぞ。真正面から打っちゃ、はい、危ないと思います、ね、はい、危ない、右ロック、チャンピオン連打。そして井岡ロープに釘付け。さあ手が止まっています。井岡手が止まっている。井岡防戦です。右ショートこの辺りは苦しい、井岡苦しい。残り30秒、第7ラウンド、ボディ、そして左フック、左右のフックで左右確実に
3階級制覇なりませんでした。井岡の3階級制覇、3度目のチャレンジ、現実のものとはなりませんでした。焼き木さん、はい、本当に日本のファン、ボクシングファン、井岡ファンにとっては、そうですね、残念な結果に終わりました。井岡君らしさがすごく今日は出てなくて、そのあたりの井岡のボクシングができなかった部分、まあ